ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。業を煮やした孫権は諜報に秀でた忍びに調査を依頼した。服部半蔵と久野市二人の忍びは事の真相を探るべく味方の城へとひた走った。あれが連絡が途絶えた城、敵に襲われた様子もないし、遠目には平和そうっすね。だが静かすぎる。とりあえず行って話を聞いてみましょう。おや、どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃ。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らに。この城は渡さんぞ。何を、あっしら敵じゃありませんって。さあ、宴の時間です。敵の術にかかってる。この感じ城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い。術者は不在か。つまりみんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ旦那。さあ宴の時間です。この首、もらい行け。いざ。Oh, my God.
ここで何してただか、なんだかすごく腹が減っただ。初期に戻ってもそれっすか。なんじゃ貴様ら、主治医君を邪魔するなら切り刻んでくれるわ。どっからどう見てもいつもと同じなんですけど、それはこのままでいいんじゃ。主命に従う。初期に戻ってもどういうことじゃ。このわしが操られていたじゃと。せっかく出肉林の準備をしておったというのに。邪魔したやつは切り刻んでくれるわ。やっぱり同じ。なんでこう癖のある人ばっか。本当に術が解けてるのか不安になるにゃ。そういえば半蔵の旦那も変わらなそうです。まさかもう術にかかってたり。少子、この炎本書の前に立つとは無礼千万。冥族の意向の前にひれ伏すがよい。影に光を操られてもなお気高い。それでこそ炎章殿です。はぁ、お覚悟。いや、一緒に舞いませんか。いいじゃねえか。どうにもならぬ。ご堪能くださいませ。私なりにお楽しみいただけましたか。これも仕方ない。さらば。お覚悟。いいぞ、その調子だよ。お覚悟。この私が術に冥族を操るとは、そんな輩がいたものよ。さて、お前たちには世話をかけたようだ。その働きに免じて冥族が力を貸してやる。任務なれば大使の手段なら。やろう。俺の腕見せてやる。俺の腕見せてやる。
探しやがれ。うちの神さんが悲しみじゃねえか。一生手にしそうです。手に入れたし、手下も手に入れた。守備は上々ってことで、一休みするか。来たー！術をかけた犯人はあいつっすね。残す。標的の排除のみ。ややこしい術かけた張本人、とっちめてやりやしょう。なんかおかしいぞ。俺の術解けちゃってんの。敵に回られたんじゃ面倒だ。第三第三逃がさ。頭が高い。今すぐ冥族に許しを請うよ。これまでここは通さぬぞ。門が閉じられちまった。あいつがみんなを操っただか。ぶっ飛ばしてやるぞ。客が来たようじゃの。蹴鞠でもてなそうかの。いいぞ、その調子だよ。やっちゃってんだね。弟が天下無双で兄も嬉しいの。の手本とすべき活躍よ。かかってこい。貴様のせいでわしの主治肉林は台無しよ。者ども、やつを安咲きにせい。その主治肉林ってのはまた今度。今はそれどころじゃないってえの。追いついちゃった。こうなったらしようか。遊んでやるぜ。遊びだよな。覚悟。貴様はここで口を出ろ。やってくれんじゃねえか。けどここでとっ捕まるわけにはいかねえ。受け。ちっ、すばしっこいやつめ。けどお役目は完了ってことで。任務達成。忍びども、よくぞ術を解いてみせた。冥族の役に立てたこと誉れとするがよいぞ。ありがとな、
おかげで安心して飯が食えるだよ。このわしをたばかるとは、あの忌々しい猿め、許さんぞ。あのまま術が解けなくば、今頃どうなっておったか。まことよの、己を失い操られたまま、マロがマロでなくなってしまうの。考えるだに恐ろしいの、の。みな、やはり変わらぬ。あっと、さすがの半蔵の旦那も突っ込んだ。ん？でも、旦那ってそんなことしますっけ？まさか、よもや、術にかかって。滅。おう、うまくいったか。最近の若い者はなかなかにやりおるわ。共に修行したが驚かされてばかりじゃったい。